はい、今からライプタの道に行ってみます。まあ臨時休業てかやってないって書いてるんですけど、確かに車で行けないんですよ。本来は車で近づけるけど、そこまで車で行けないんで歩いて行ってみます。先端まで行ってみます。おっとおっと、石が、ここまでか。あれか。そこまで歩いていけるのか。ちょっと結構歩くな。というか道がわからん。どうやって行くんだ。どうなってるか分かんないんだよ。で、どうやって行くの？あれ、あそこ道がなくなってんのか。下降りないといけないね。はい、なんとか降りてきました。落石がすごいね。もう車は絶対来れないよ、ここ。
すごい絵的に最高。行ってみよう。なんか落ちた。なんか岩が赤い。まだあるわ。振り返るとこんな感じ。もうちょい。あそこまでだ。
何この砂。違う。ここからも下っていくんだね。山頂はあそこか。ここが終わりかと思ったんだけど、まだ下に行けますね。行き止まりになってない。なんか不思議、登山をして山頂に登ったんじゃなくて下山して山頂に来た感じ。ということで、ラピュタの道でした。